こんにちは、上杉周平です。今日はここから始めます。フルイドアート、今日はですね、この大きいキャンバスにバンとやって寝室にでも置こうかなと思ってます。まあまあな量の絵の具が必要なので、ちょっと足りないかもしれないんですけど、ひとまずやってみます。上杉周平のサードプレイス、早速色を作っていきます。前はスプーンでちまちま入れてたんですけど、今回は量も量なんで、もう直接。白は結構使いそうなので、たくさん。この黄色も前回の残りですが使いそうなので、もう一貫黄色。なんとなくイメージはですね、茶色と緑みたいな感じになったらいいかなと思っております。ってことで、緑も多めに、茶色用全部必要なので、全部とりあえず出して、ということで色を足していくわけですが、まずじゃあ白を、白い結構必要そうですね。入れて、もう最初から水も入れちゃいましょう。水も結構いるよね。混ざったな。黄色。水は後の方がいい気がするな。茶色。なんとなくピンク。なんかもうちょっと濃い緑が欲しいんですよね。混ぜますか。この緑にグレーとかちょっと混ぜて。グレーが強いか、一回混ぜてみようか。あ、いいじゃない。最後じゃあなんか茶色とどうなるか分かんないけど、2色。赤っぽいのでも入れて、さて、でこれを一つのコップに混ぜていくんですけど、今回はキャンバスが大きいので、まあ6、7カップになればカバーできんじゃないかなと思ってますが、様子見で、まあちょっとやれるだけやってみようかなと思います。でこのシリコンオイルを5滴ぐらい入れておこうかな。3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、よし。これに5個いければいけんじゃないかなって気はしてますけど、こっちでいいか、これでやろうか。やっぱり余ってんのもあるし、とりあえずこれで5個作ってみます。5個作れるか分かんないし、まあ、途中でものによってパターン変えつつ作ってみます。よし、じゃあまずこいつに白、
茶色、この辺で赤でもちょっと入れつつ、黄色、ピンク、これ1、ちょっと緑強めイメージ、だから1234567891の2、2番、これ3番、4、1、2、3、4、5、まあこんなのが1個あってもいいでしょう。あと1個ぐらいあればいけんじゃないかな。よしよし、ちょっととりあえずこの今あるやつで足りるのかっていうのを含め流します。出してみます。ゴールドだけここに入れとこうか。ということで色を注いでいきます。注ぐというかもうこっからは勢いですね。一気にいきます。8個あるんで3個2個3個、とりあえずいきます。1、2、3、足りないかな、4、5、6、7、8、よし、じゃあもう取ってきますわ。いきます。うわやばいやばい、結構時間との戦いなのかもしれない。ブワン、あ、足りなそうな気がするな。あ、この色良かったな。7個目、これを広げていくわけなんですけど、傾けたりしていきます。ちょっと反転させようか、下に下に。ちょっと確実に足りないんで、あと2カップぐらい速攻作ります。なんかに足してくんでいいよね。茶色やす、ここ、ここ、あ、でも良さそうな色だわ。ちょっとずつこっちにスライドしつつ、パン、どっちから攻める？どっちのつもり？あっちか、いや、こっちか、こっちじゃん、こっちなんじゃないね。手についたのでこういう角塗っちゃう。裏のここ持つと便利だわ。
そうそう、下向けちゃう。どうだどうだ、あそこ埋まりそうか。いけたね、いけたね。あ、こっちも気づけば、まああんぐらいはいいでしょう。ここはもう垂らしちゃう。まあ、ブルー型だけど、あ、本当にいい色。大丈夫そうかな。オッケーなんじゃないですか。最後にヒートガンで熱を与えて乾くの待ったら完成です。いい感じ。はい、で最後このヒートガンっていうやつでちょっと熱すると模様ができたりするみたいなんで、それをやって終わりです。いきます。はい、ということで終わりです。結構大変でしたけど面白かったですね。これもっとちっちゃなサイズでだったらきっとお子さんも遊べると思いますし、いろんな楽しみ方できるんじゃないかなと思います。乾いたらもうそのまま OK なんですけど、それこそ普段使ってるエポキシレジン使って表面をコーティングしてあげてもちょっといい見栄えになったりするんで、やってみます。それ実際これで、完成しました。すごいいい感じにできたと思います。で、絵の具が乾いてから表面をレジン、色をつけてない透明のエポキシレジンでコーティングして光沢が出てて、耐久性も多分上がってると思うんで、いい感じかなと思います。そうで、これを寝室に3枚飾ろうと思って並べて、緑っぽいのを3つ飾ろうと思って他にも作ったんですけど、なかなかこれが一番個人的に好きでいいのができなかったんで、緑っぽいのひたすら何枚も作ることになっちゃって、これとか、うん、これもかっこいいですけど最初のやつのが好きなんですよね個人的に、とかとか、なんかね、これとか全部似たような色だけどね、なんか絵の具の混ぜ方とか水の分量とかで随分完成形が変わってくるんで、面白いですけど、もうちょっと一回緑は飽きたんで色物やってみたりとか、これも緑、これも作ってみたけどイメージと違ったりとか、割とちっちゃめ青っぽいのとか、こっちの色はなんかでも綺麗ですね、地球っぽいとか、普通にレコードの紙、レコードフレームの紙に余ったインクでやってみたりとか、いろいろやってます。ちょっとハマりました、これ面白くて。で、まあ一応緑のももう3枚これでいいかなっていうのができたんで、寝室に飾ろうかなと思います。床に置いて飾ります。真ん中、右、左、そんなもんかな、とりあえず。ということで、まあ今後もちょっとこの系統は面白いんでやっていきたいなと思います。真似もできると思うんでやってみてください。さよなら